チョコボいた。これ行方不明チョコボでしょう。あ、1000歩達成。なんだこいつ。どう、バレットにしよう。バレットには運が味方している。いやワームホール。あー、これか。どう、吸い込まれる。アンガーマックス。いったそれは。待って、そんなに強いのこいつ。あー、不甲斐ねえ。クラウド、ここからだよ。地球の俺はいかねえ。まだまだ。ティファーも回復しないと。よし、ちょっとこれ、痛えな。その弾消えないのか。攻撃対象になってる。そういうわけでもない。バレット、どうだ、そっちはどうだ。よし、カーバンクル、君に決めた。こいつに頼ってばっかだな。アンガーマックス。よし、あ、待って、これやばい、死ぬ。あ、カバン来る。もういいけど一旦回復しよう。大したことはねえ。危ない。こいつ強えな。よし、回復。ワンもアンガーマックス。よし、どうってことない。どうってことあったわ。よし、で、あ、ここチョコボストップになった。こんなところに来る人なんて、何でも屋さんしか来ないわ。こっちだっけ。誰かいる。え、もしかしてこの人。おや、なんでもや。今日は友達と一緒かい。私はミレイユ。クラウドとは、まあ、雪吊りの関係だね。何をしている。多分あんたと同じさ。コルネオの財宝目当てだろ。なんで知ってんだ。私は町の噂が大好物でね。噂を確かめに来たんだけど、財宝はここにはないよ。スラムエンジェルが横取りしたんなら、もう配っちまったんだろう。そうかもね。でも、もう一つ噂があるんだ。ねえ、あんたたち。仮にだよ。もし財宝が手に入ったら何に使う？物資だな。スラムの生活を立て直すためには物が必要だ。財宝を売ってその金で物資を調達する。
スラムエンジェルが鍵を盗んだっていうのは濡れ衣らしいんだよ。詳しいことはキリエから聞くといい。若いのになかなかの情報通だ。しましまの靴下を履いて、サイズの大きな帽子をかぶった子さ。どこに？さあね、若い娘を追いかけるのは大変さ。そうだろう？え、一瞬あんたがスラムエンジェルかと思って。キリエってあの第一にフェイクニュース流してたが、これ何？メモ。大事なものか。これはさっき手に入れてたっしょ。薬効の花？エアリスから入手。エアリス？事前に手に入れておかないとダメ？コルネオの財宝があるところ、大体知ってるんだよね、それは。うん。キリエは、しましまの靴下に。知ってる。ここにコルネオの財宝があるんだよ。念のためにこの辺もぐるっと回って探索しておくか。で、安らぎの街道の方を通ってみよう。なんかあるかもしんない。やっちまった。俺のバカ、大バカ野郎。今のは完全に不意打ちだった。ジョーニー。いた。ちくしょう。どうした？兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。おお、情報通、かっこ嘘で泥棒かよ、さらに。この曲いただける？やあ君、音楽は好き？実は入荷しすぎたディスクが余ってるんだ。よかったらもらってくれないか？だいたいみんな余らしてんな。じゃあ教会の方にベンチで休憩しよう。ああそうだ、ケットシーといえば、あのプレート崩落した時いたね。あのケットシーが何なのかは後々わかるはず。リメイク1ではわかんないかもしんないな。おっと、お待たんかい。早っ。下道から教会に行くか。の、チョコボいた。ってことはまたモンスター来る？大丈夫だった。どう見ても赤株だけど。はい、
あと1匹か。あ、2000歩。思いのほかたまんないな。半分もいってない。で、教会。すげえことになってんな。キリエさん？あ、なんか落ちてる。お、こんなところに。わ、私何もしてませんから、人違いです。キリエだな。え、誰ですか、キリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか。驚かさないでよ。思い出したぜ、お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あ、あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私、なんて運がいいの。今、神羅に追われてるの、助けて。神羅からも吸ったのか。間違い、手違い、勘違い。神羅の人をかもっちゃって追いかけ回されて、もう最悪。でもでも、取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何？そんな評判になってるの？私、殺されちゃう？それとも、一生ビクビクしながら暮らすの？ねえ、キリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして鍵もちょうだい。いや、渡したら行っちゃうでしょ。一人になりたくないよ。神羅は何とかする。だから返せ。やった。神羅の奴らはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから、安全になったら教えてね。なんだこいつ。おてんばどころじゃねえ。ああ、でウォールマーケットにどの道また行くことになるんだから、闘技場に行ってまたさらなる強敵と戦えるかもしんないんだ。で、あれ、マテリアあった。これじゃ。チャクラかい。なんだ、ここ上行ったってしゃあないしな。じゃあ闘技場に出ないといけないと。まだ不明なクエストがあるな。一回戻ってみよう。で、陥没道路にやってきたから、行方不明チョコボさんが多分いるはず。いや、いないかもしんない。行ってみないと分かんない。というか、ここにコルネオの財宝があるのは見逃してたかもしんない。あとは地下水路ぐらいだけど。チョコボどこだ。これ行っていなかったら悲しいな。まあまあ、どの道ウォールマーケットにまた行かないといけないみたいだから行っちゃおう。消え失せろ。いたー、よかった。いないのかと思った。
モンスターも来た。そう、道中で炎マテリアの一つが最大限まで育ったから、あ、でも先にヘイストかけよう。お、やめろやめろ。踊り手なんだ。こっち攻撃しよう。で、つまりファイガが使える。どいつにしよう。こいつだ。ためが長いけどかなり強い。あ、全然強くない、全然強くないわ。こいつに効かないやつだ。よし、待てよ、こいつの弱点なんだ。妙に攻撃が効かない。分身を倒すことって、なるほど、分身？分身って、なんか増えてんな。ネオミュータント？ちょっと待って。対象が見えない。こいつやってみるか。痛い。こいつが分身ってやつなら痛い。痛い痛い。どうした？アンガーマックス。ちょっと来てんのか分かんないけど、まあいいや。あーと、こいつだ。こんなに弱そうなのに全然ダメージが入らん。びっくりするぐらいダメージが入らん。あ、分身出た。そっか、一体一体出すのか、分身を。分身はめっちゃ柔らかい。よし、次に備えろ。うん、分かってる。よし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 。見破る必須だな。よし、これで全部か。サムのところで確認しよう。よし、一旦サムのところへ。お、来たな、チャンピオン。おかげさまでみんな帰ってきたぜ。これであちこちに物資を送れる。オンに着る。これよかったら使ってくれ。うちのフリーパスだ。これさえ持ってればいつでもタダでチョコボ車に乗れるからよ。チョコボはめでてよし、撫でてよし、乗ってよし。いいところしかねえ。どうしようもない俺がウォールマーケットでやっていけてるのもチョコボのおかげさ。こればっかりは裏も表もねえ。素直な気持ちさ。よっしゃ、フリーパスもらえた。で、今昼間の、真っ昼間のウォールマーケット。本当にコルネオのとこ行くの？行くだけ行ってみよう。なんだよ、コルネオと何かあったのか？言いたくない。あん？クラウド？覚えてない。そりゃ言いたくないわ。で、待って、見覚えのある子供がなんでここに？大丈夫？おう、元気だぜ。よかった。ねえ、お仕事頼んでいい？ジュークボックスのディスクを探してほしいんだ。音楽が鳴ればみんな元気になるかなって。名案だね、ベティ。よし、ディスクを見つけたら持ってきてやる。そしたらベティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。さっきちょうど新しいディスクがっていうか、なんでちょっと裾を上げてんだ。片足だけ。たくさんいるのは困ってる人。もうしないで。
この人たちのためになんか元気になるようなディスク持ってこいってか。ようこそ。ご休憩ですね。まあとりあえずそのディスクが行ってらっしゃいませ。欲しいんだけど、いただけない？そこで鳴ってるよね。3枚か。そのディスクいただ…あ、この人か。そんな角に、はあ、ん？お前もやるか？おっしゃ。真っ昼間になったことによって裏路地の変な連中が消えている可能性、それともまだまだ具合悪い人いたり、あ、いない。よっしゃ、アイテム取れる。メダルかーい。お、マダムマム。おいクラウド、プレートの上に行く方法を知らないか？今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。うん？右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を5番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。なダメ、それはダメ。戻るぞ。そりゃまずい。一旦エアリスのお家に行こう。地下闘技場はその後だ。チョコボチョコボチョコボ。 あんたか。おお、これで営業が再開できるぜ。戻ろう。おい、いけー。